も皆様こんにちは、こんばんは。私スクナというものです。こんにちは。元気かしら。本日もウィキドット様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで今回はどのレベルなのかしら。今回ご紹介するのはレベル24ザ・ムーンです。ここはどんなレベルなのか早速見ていきましょう。まずはレベル24の基本情報です。レベル24こと月のサバイバル難易度のクラスは1です。環境は安全で、塩基系は最小の個体数存在しています。あと今回の情報は、ウィキドット様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。レベル24は、ザ・バックルームズの25番目のレベルです。データベースでは、書斎として知られていますが、多くの人は、月と呼んでいます。レベル24は、プラスチック製の月の模型に、いくつかのプラスチック製の惑星がくっついた形をしており、中心には LED の太陽があります。このレベルに入った人によると、その全てが完全にスケールアップされているようです。アクセス可能な唯一の惑星である月の表面積は、1460万平方マイルと推定されています。驚くことに、どの惑星も互いに引力を持っていませんが、月を横断する際も重力は変わらないようです。例えば、ムーンジャンプはできない。惑星はすべて金属のワイヤーで繋がっており、ゆっくりと回転しています。巨大な卓上太陽系模型の周囲は、その大きさゆえ、天文学的にぼやけて見えにくくなっています。しかし、そこはビクトリア朝時代の薄暗い巨大な書斎のようです。このレベルに入った放浪者が縮小されるのか、それともレベル自体が普通の人間よりはるかに大きい単純なものなのかは定かではありません。このようなことはありえないはずなのですが、昼夜のサイクルや月がアルタのレベルからレベル24を見ることは可能です。彼らはこの月と同じ灰色と青の色合いを表現するでしょう。次に前哨基地ね。まずは、BNTG プラスチック鉱山。月がプラスチックの塊だから、BNTG は無限に近いプラスチックの供給源として利用しているわ。20人ほどの鉱夫が2週間に一度ここにやってきては地面を掘って、大量のプラスチック容器をレベル1の基地に運んでいるの。簡単な武器や修理に利用しているわ。でも、この作業は非常に危険なの。厚さ3メートルのペンキの層が月の表面全体を覆っていて、その中に鉛が大量に含まれているから、それを採掘してプラスチックにたどり着くと有毒ガスが発生するのよ。この作業にはガスマスクが必要ね。最後は、UFO ド。ごく稀に、レベル24がいる書斎に入ってきて、椅子に座って本を読む男がいるわ。彼は DNTG で働く鉱夫たちから、UFO ド、というあだ名で呼ばれているの。タキシードを着ていて、少量の白髪で剥げているみたい。フェイスリングの一種なのか、単に顔がぼやけていてわからないのかは不明ね。彼はほとんど無害だと思われているのだけれど、時々惑星のセットまで歩いていっていじったり、タオルで掃除したりするわ。これはレベル24の放浪者にとっては非常に危険ね。地震、で潰されたり、死亡する可能性があるわ。最後に出入り口です。まずは入り口です。最も安全なのは、レベル57にある月の絵から入ることですが、レベル1から入ることもできます。BNTG はこの方法を明らかにしていません。もっと危険な方法もあります。屋外のレベルで空に見える月に直接ノークリップで飛び移る方法です。可能ではあるのですが、この方法は非常にお勧めできません。最後に出口です。甲府に頼んでレベルを出ると、レベル1に戻ることができます。というわけでレベル24の紹介でした。不思議なレベルだったわね。恐ろしく大きいか恐ろしく小さいレベルか。模型の世界、ちょっと行ってみたいわね。というわけで今回はここまで、リクエストは概要欄、コミュニティの投稿、X の自己紹介欄のリンクからどうぞ。ご視聴ありがとうございました。その日から始まるのは